ああ、やっとご帰宅でなさいますね。私、ご主人様のお帰りはまだかまだかと首を長くしてお待ちしておりましたの。さあさあ、こちらへおかけください。お荷物もお持ちいたしますね。あ、ご主人様の香りが。はう。ダメです、ダメです。我慢できなくなってしまいます。ご主人様、ご主人様、いつものよろしいでしょうか。いつものです。 ハグですよ、ハグ。ぎゅーって力強く、私を包み込んでくださいませ。おや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 ご主人様、失礼します。ふんふんご主人様いつの間に香水を変えたのでしょうかほう。昨日から。 昨日から女物の甘ったるい香りのする香水を。ご主人様私のこの目を見て、再度、おっしゃってくださいまし。女物の香水を買ったのだと、さあ、さあ、さあ、声が震えておりましてよ。ごめんなさいですか。 違いますわよ。私がお聞きしたいのは、女物の,の香水を購入したのか、していないのかです。ああ、どうしましょう。ご主人様のお口から私の望まぬ答えが返ってきたとき、私は平静を保っていられるでしょうか。もしかしたら、大好きなご主人様のお顔を力の限りに歪めてしまうかもしれません。ああ、 お願いでございます、ご主人様。どうか私に、そのような非道なことをさせないでくださいまし。間違いなく、自分が買った香水ですかこれは、その時のレシートでございますか <laughs> まあまあ、そうでしたか。私、早とちりをしてしまいましたのね。申し訳ございません、ご主人様。私言ったら恥ずかしいですわ。 こんな幼子のような嫉妬をしてしまいました。ご主人様、香水の件は承知いたしましたが、ご主人様のカバンから出てきた、この可愛らしい名詞は一体何でございましょうかああ、ご主人様はこのメイドを裏切るのでございましょうか私は一体どうすればいいのでございましょうか ご主人様に捧げたすべてが虚無の彼方に消えていってしまいました。気の迷いだった。何か埋め合わせをするから許して、でございますか、うん、ご主人様。そんな泣きそうな顔をしないでくださいませ。ご主人様が悲しむと、私まで悲しくなってきます。ではご主人様、裸になってくださいまし。ええ。 裸でございます。なぜ裸になるのかでございますかそれはですね、今からご主人様に埋め合わせをしていただこうと思いまして。ご主人様のすべてで私の心の隙を埋めてくださいませ。永遠に。